様です。お疲れ様です。本日もご覧いただき、ありがとうございます。前回から始まりました、5泊6日九州の旅ですが、今回は第2話です。前回は、フェリーサンフラワーで、大阪南港から大分県の、別府観光港まで乗ったな。うん、マリサ君、ここで終わってるから、どこに着いたかはまだわからないですよ。え、いや、だって、乗っちゃってますやん。マジで今気づきましたね。事前に編集したら、予定が変わると、対応できないものです。まあ、これがリアルだな。そうですね。気を取り直して、今回は、性格的に、続きをご覧いただきたいのですが、出発の直前で行くところを調べていたところ、すごい、イベントがありましたので、3日目に飛ばします。後ほど出る2日目は若干被るけど、お許しを。それでは、今回も、ゆっくりご覧ください。では、別府からワープします。到着しました、熊本県阿蘇です。今回は、2016年4月14日に発生した、熊本地震の影響で被災した、南阿蘇鉄道の特集です。大きい揺れが連続した地震だな。そうですね。私も、阪神大震災、大阪北部地震は経験しました。特に、阪神大震災は甚大な被害だったな。この熊本地震で橋脚が起きたりし、長期間運休していた、中松駅から立野駅間が、本日の7月15日に復旧し、南阿蘇鉄道は全線で開通します。これを知ったので、初めて、乗ります。マジでたまたま知ったな。そうですね、テレビニュースありがとう。予定を変更したぐらいだからな。せっかく訪問した場所で一大イベントがあったら、見たいですよね。ということで、始発の高森駅です。屋台とか出てるんだな。そうですね、数多くのお店屋さんが出てましたね。この時は、あまり人がいてないと思ってました。この赤いテントは、地元の観光推進機構、などが出展されてましたね。この機会に、地元の PR 活動も、しっかりしとかないとな。今日は天気も大丈夫そうだな。もちろんですよ。だって、私がいてるんですから。立派な駅舎が見えてきましたね。これは、地方の施設前ではかなり立派じゃないのか？私も他はあまり知らないですが、そんな感じですね。ここで、今回の南阿蘇鉄道をご紹介します。ちょっとは知っとかないとな。今回の南阿蘇鉄道は、1986年4月1日に国鉄高森線を継承し、国鉄分割民営化1年前に開業した路線です。周辺自治体が共同実施した、第三セクター方式の会社となってます。ところが、2016年に発生した、熊本地震の影響で、3ヶ月半全線運休。その後、高森駅から中松駅間で運転再開し、今回、7年ぶりに全線運転開始となりました。7年ぶりか。かなりの長い期間だったな。そうですね。橋脚が崩落したりしてますからね。それと、今回の全線運転再開日から、JR 九州豊肥本線の肥後大津駅まで、乗り入れを開始しました。JR 乗り入れは便利になったんだな。他社線への乗り入れ開始は、これも歴史的な一つですね。お、いいのをもらってるな。いいでしょう。こんな感じの旗を始めてもらいました。思いのほか、ちゃんとした作りだったな。イベントが始まったのか？いよいよ始まりましたね。まずは、国か県かわからないですけど、お偉い方が挨拶してましたね。動けないぐらいの人だかりだな。これ、一時期前なら、完全に、密ですでしたよ。地元かわからないですけど、学生さんも、たくさん来てましたね。他にも、地元の方々がたくさん来られていて、かなりの期待感が伺えるな。熊本市内に鉄道で行けるのは、やっぱり大きいでしょうし、阿蘇地域は、私たちでも行く、熊本県の一大観光スポットですから、この運転再開は大きいでしょうね。このように出店もいっぱい出てました。これは、霊夢さんが大好きなお魚さんが、あるじゃないですか。後で当然ながら、当たり前のようにいただきます。まあ、そうなるだろうな。あとは芋天、唐揚げ、揚げたこなどの揚げ物屋さん。このご当地グルメの、船焼きって何ですかね？確かに気になるな。後で買ってみましょう。この辺りは、海洋ならお決まりの、胡蝶蘭の大量コーナーですね。まだ喋ってました。そんなこと言うな。念のためにモザイクにしておきます。その判断はいいと思うぞ。もしかしたらがありますからね。列車が見えるな。ヘッドマークもついてますね。これ後で調べたら、MT4000 型の新型車両でした。JR 直通用に2022年にデビューしたみたいです。じゃあ、この車両に乗りたければ、JR 直通の時間に乗ればいいんだな。多分そんな感じでいいと思います。
こんな感じに、旗を配られてました。かなりの量があったんだな。ずっと配ってましたからね。なんかの企画でしょうか？自転車隊が取材を受けていて、出発されてました。列車と並走とかかな？駅にはワンピースのキャラクター像がいてましたね。熊本県内のいろいろな場所にいてるみたいだな。これは後ほどまた出ます。南阿蘇鉄道からのご挨拶文も掲出されてました。こっち側の建物にグッズとかありそうだな。そうですね、せっかくなら行ってみましょう。この駅舎はとても綺麗で、完成したばっかりですかね。じゃあ、さっきの駅舎と2つもあるんだな。そうなりますよね、気合入ってますよね。路線図には直通する JR 線も入ってるな。はい、ホームが見える場所まで来ました。人が多くなってきたな。マスコミもたくさん来てましたね。この場所の後ろ側です。地元の人が少なめだったな。マニアの独壇場に近かったですけど、この日は大量に鉄道警察がいてたので混乱などはありませんでした。列車が来ましたね。なんかレトロな車両だな。なんか新型車両とは全然違う感じで、マジでびっくりしました。見た目がバスに近い感じだな。マリサくん、わかりやすい表現ですね。ミラー付きだからか、バスでしたね。うん、万人ぐらい乗ってないか。めっちゃ乗ってそうですよね。これぐらい乗ってました。ちょっとは隙間がありそうだったな。そうですね、初めて乗りに来たんで、後で乗りましょう。お、新型車両が出てくるな。2両繋いでますね。これは、イベント用の団体列車なんで、私たちのような凡人には乗れないやつですね。ちなみにさっきの式典は、この列車の、出発に合わせての式典でした。じゃあ、この列車から全線開通か？いや、しっかり早朝の始発列車から、全線での運行開始されてます。どうせなら、JR 直通の時間ですればいいのにな。JR 直通の列車は、確か、朝に2本だけ直通なんで、無理なんでしょうね。確かに行き先表示が、団体だな。そうなんです。12時20分発の臨時列車です。この時には、地元の中学生と高校生の、吹奏楽部の演奏をしてましたね。結構な時間演奏してたな。暑いのにお疲れ様でした。霊夢さんなんか雲が怪しくないか？いやあ、私がいてるから大丈夫でしょう。傘も車に置いてきましたからね。そうだな、大丈夫でしょう。なんか、感動的なヘッドマークですよねー。やっとな雰囲気だもんな。なんか飛行機ですね。オーセスナカー？時間的にこれも式典用ですね。雲がもっと黒くなってきたな。さっき言って1分しか経ってないですけど、なんかヤバそうですね。ちなみに皆さんざわついてるのは、雨ヤバそう？があちこちから聞こえてきましたね。あ、降ってきましたね。いや、豪雨じゃないの？これ、マジでヤバい雨量ですね。主さんのカメラの濡れっぷりでわかるな。主さん決してザマーとは思ってないですよ。主さん、マリサくんはザマーって思ってますよ。では、どんな感じだったか、現地の音をどうぞ。は残念すぎるな。しかも動揺してあんまり記念列車を映せてないな。これがリアルです。カメラ壊れても困りますからね。残念ですが安全策です。それがいいだろうな。しかし山側の雨はすごいな。びちゃびちゃになりましたからね。でもですね、10分ぐらいで雨は上がりましたね。10分ぐらいならまだ助かったな。こっちの方はもう晴れ出してるな。このまま晴れてくれたらいいんですけどね。うわぁ、なんかお店屋さんの柴犬がかわいすぎて
癒されましたね。このワンちゃんは、可愛いな。雨でもおとなしくいてたもんな。賢いワンちゃんでしたね。特に霊夢さんは、犬好きだもんな。犬のかまってが可愛すぎますよね。私は猫派だけどな。猫も可愛いですよね。イベントも順調に進んでますね。見てなかったけど、あの大雨でもしてたのかな？してた感じの進行具合でしたよね。この量の雨でしたからね。いやー、一瞬でこれはすごいな。こんだけ一気に長時間降ったら怖いですよね。地面のくぼ地では、水たまりの量が、半端なかったです。気温もちょっと涼しくなったもんな。時間的にお腹空いてきましたね。そうだな。せっかくの出店がいっぱいだから、何か食べようか。ってことで、ヤマメをいただきます。まあそうなるだろうと思ったわ。塩焼きとか卑怯ですよね。まずいわけがないですから。霊夢さんは本当に魚を優先するもんな。肉も好きですけど、魚を優先してしまいますもんね。うまそうだな。激うまでした。次は、南鉄応援団の方たちのイベントに、行ってみました。なんかスタンプを押してくれたよな。スタンプ台紙を配っていて、ついもらってしまいました。南阿蘇鉄道の路線図に、山の風景をスタンプで押すイメージですね。なかなか綺麗なスタンプ企画だったな。あとは、北都道府県アンケートと、これが重要かもしれないんですが、さっきマリサくんがこのように言ってたと思いますが、この時に初めて知ったんですが、この駅舎は解体されるみたいなんです。これを壊すのはもったいないな。全然使えそうだったしな。確かに、多分木造で古いんでしょうけど、解体ではなく、保存の選択が、なかったのかな？なんて思いましたね。本当に駅舎の内部も立派だったしな。駅舎に対して一言を書いたんですが、本名を書いたんで、ガッと。列車が出発するな。そうですね。12時55分発の定期列車です。12時55分発って、もう過ぎてるな。もうすでに遅れてます。出発を待ちながら、YouTube ショートを投稿しようと思ったんです。そしたら、通常の動画を投稿していたみたいで、上げ直しました。YouTube ど素人発揮したな。やり方わからなかったんですもん。思いの他の人に見てもらいまして、ありがとうございました。私たちにとっては嬉しい数字だったな。これからもよろしくお願いします。ここでずっと待って撮影してるってことは、乗車はしなかったんだな。そうなんですよ。乗りたかったのに、この乗車率ですから、最悪ですからね。無理やり乗ったとして、帰ってこれなかったら。逆に言うと、必ず乗らないとダメな人にはきついな。さっきから、車両の扉も、開いたり、閉まったりの、繰り返しで、なんとか積み残しのないように、しようとしてましたね。このホームにいてる人の複数は、積み残された被害者だもんな。もっとも、今日みたいな日は仕方ないんだろうけどな。今日なんかは仕方ないですよね。なので、ここで乗車は諦めましたね。その代わり、昨日テレビで見た、ところに後で行こうと思います。それがいいかもな。結局は12時55分発の列車は、13時5分に出発してましたね。駅員さんたちは10分も頑張ったんだな。そうですね、お疲れ様です。なんか新駅舎に面白そうな、ガチャポンがありましたね。せっかくだからしてみようか。当たり付きでなんと当たりました。これが当たりました。全通した、7月15日からの時刻表ですね。時間が空く時もあるから注意だな。こっちは、始発駅の高森駅基準の運賃ですね。ちなみに、記念に買ったんだな。買いました。この490円で全線乗れますね。では、南阿蘇鉄道特集はこれで終了なんですが、もう一箇所お付き合いください。これはどこだ？こちらは、南阿蘇鉄道の全線復旧日と、同じ日の7月15日に開館した、熊本地震震災ミュージアム記憶、です。じゃあ行った当日に開館だったんだな。さっき、列車に乗れなかったんで、こちらに来ました。ここもニュースで開館を知ったな。前日に知りました。ちなみに入場料は、大人500円なんですけど、常にかはわからないですが、ペットボトルの飲み物をくれました。撮影は展示物ならいいみたいだな。テレビに映っている動画以外なら大丈夫みたいです。ここは東海大学の阿蘇キャンパス内に新設された、熊本地震を伝える施設です。大学のキャンパス内ってことは、大学の被害も、甚大だったんだな。学者も被災時のまま残っていたりするみたいです。この車は地震で転落した車みたいですね。地震で歪んだ南阿蘇鉄道のレールです。レールみたいな鉄の塊がこんなにも曲がるんだな。なんか、このような建造物が変形すると、余計に被害を物語る気がしますね。原型がわかるから余計だろうな。ここは考えてますか？お伝えてます。ちょっとご覧ください。
これは断層みたいですね。この地図は、この周辺地域の震災遺構が書いてあるものです。この周辺は一番震度が大きかった場所なんだな。これだけ遺構があるみたいですからね。南阿蘇鉄道の運休の要因となった場所もありますからね。この周辺は地滑りがあったんだな。こちらは、地形の模型です。画面の右側が阿蘇川で、左が熊本市内です。今はここにいてます。断層帯がこのようにあるみたいですね。熊本の有明海から阿蘇を見た感じです。ここからは屋外になります。屋外にもあるんだな。こちらは、旧東海大学の学者ですね。当時のままに残ってるんだな。当時は事務所として使っていたみたいですね。隣には、学生会室があったみたいですね。ここの建物は老朽化もあり、解体されてしまったみたいですね。もう更地に近いことになっているな。ここは、剥き出しになった断層ですね。これははっきりわかるな。地震でこれだけずれたってことですね。かなりずれているな。地面がこれだけ動くんですからね。ここにもワンピースがあるんだな。熊本県内のいろんなところにあるんですね。ここは1号館です。断層の真横にある建物なので、被害もなかなかですね。建物なんかは、地面に設置しているはずなのに、あれだけ地面が動いてしまったら、建物なんかはひとたまりもないだろうな。こちらは正面玄関前ですね。スクールバスなどのロータリーで使われていたみたいです。コンクリートがこれでもかっていうぐらいに、ガタガタになっているな。老朽化もあるでしょうけど、本当にガタガタですね。さすがは大学だな。玄関が立派だな。ここは先ほどもあった、考えてますか？を伝えてますね。ここもご覧ください。災害はいつ起きるかわからないですからね。今、こうしている間に何かあるかもしれないからな。主さんの家では災害持ち出しグッズを、用意しているみたいだな。そうみたいですね。水などの飲み物とかは重要ですからね。あと自分にとって必要最低限のものを、リュックに用意してますね。先ほどから出ていたワンピースの銅像は、熊本復興プロジェクトで、ワンピース好きの人なら見てみたいと思いますよね。熊本県内のいろいろなところ、特に被害のひどかった阿蘇、熊本地区に、多く設置されているみたいだな。ではこれで、熊本地震震災復興ミュージアム記憶、も終了です。今回は、南阿蘇鉄道と震災ミュージアムの特集だったな。そうですね。次回からはまた2日目の早朝に戻って、この旅を再開します。では今回もご視聴、ありがとうございました。次回もお楽しみだぜ。